さあこれより攻守方向を向き変わりまして、今度は沖縄画面向かって左から右に攻める格好で試合再開となります。沖縄ドラゴンズセカンドダウン6から試合再開です。セカンドダウンの攻撃プレーを散らばしていこうと、もちろんあの左右に散らばしていくというようなことも、ね、今後考えられていくんじゃないでしょうかね。ただ基本的にもうラブプレーがメインになっているので、沖縄ドラゴンズファーストダウン10、ボロン相手陣19ヤード、ファーストダウン10、ドラゴンズ、はい、ゲームゾーンまで20ヤードの距離になってきましたからね、はい、いわゆるレッドゾーンと呼ばれるところです。さあ、これは琉球ナイスです。これはロスしましたね。中央のランプレーにより突破を図りましたが、これを琉球85番が中央を突進しまして、このランプレーを阻止しました。今の37番の王子選手が非常にいい出だしでね、まず最初のファーストタックルを絡んで、失礼しました、タックルしましたのは85番の坂原、イエローフラッグです。はい、しかしここでディフェンスに反則がありました。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。先ほどのプレー無効となり5ヤード抜退となります。従いまして沖縄次は5ヤード前進し、ファーストダウン5で試合再開となります。でダウンは繰り返してもう一度前のダウン、第1ダウンになりますので、第1ターンで残り5ヤードというシチュエーションになります。厳しいポジションになってきましたが、どうしても見てみた、どうしてもやっぱり前にしっかりと止めたいので、前へ前へという気持ちになりますからね。おお、どこだか、さあこれドラゴンズ、いやドラゴンズが抑えた。さあどちらが抑えたか、これはドラゴンズが抑えた。このボールは沖縄ドラゴンズを抑えております。しかし従いましてかなり後退する形になります。いやこれは大きなプレーですね、はい、先ほどからドラゴンズがギリギリ攻め込んでくるんですが、レッドゾーンに入った後にちょっとミスが出ますね。おっしゃる通りですね、まあ、この辺りがこの雨の影響ですね、大きな影響です。でもこれに乗じて沖縄ドラゴンズセカンドダウン22の状況となりました。ボールオンは相手陣31ヤード。なんといっても相手は一発でタックルを跳ね抜ける力がありますから。さあ、これ中央。これは今回出そうです。さあ、中央へのプレー。相手ディフェンスの隙間を縫うようにステップワークを切りまして、約7ヤードのゲインとしています。ラインバッターというね、ディフェンスの第2戦目で頑張っている選手たちがいる。しかし攻撃権更新には至っておりません。沖縄ドラゴンズサードラウンの状況に変わります。さあここは踏ん張りどころに入れられてきました。これでゼロに変えてますからね、25ヤード地点ぐらいですね。そうですね、サードです。これは左のパス、これは左のパス、かいくぐりながらパスダウン、いやまだ行かないですね。さあゲインはしていますが、攻撃権更新になったでしょうか。ターゲット1番ステップワーク切りまして、相手ディフェンス振り落としましたが、しかし攻撃権更新至っておりません。フォースダウンと変わります。はい、これ第1クォーターにもありましたけども、ここはもう攻めざるを得ない。そうですね、ここをしっかりこの5ヤード以内に食い止めれば、パスを取りましたがワイドレシーバー1番のメイソン・ウルフ、まずファーストタックルであればそこに絡んできて、2人目3人目ですけど、ここでドラゴンズはタイムアウトを取りました。ここでホイッスル、大事なところですからね。今0対0でここ先制点の沖縄ドラゴンズ、ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。作戦を練ろうということですね。アメリカのところは前半3回、後半3回ずつ、そうですね、タイムアウトを取ることができるわけですね、はい、約1分間チームから要求してタイムアウトを止めることができます、はい、まあ、その後、他にはですね、レフリータイムアウトというね、
判断で止めるタイムアウトがありますけども、まあ、チームは3回のこう、タイムアウトの権利がありますので、どこでこのタイムアウトを使うのかというのも一つの見どころです。そうですよね、残り時間との兼ね合いで、あまり早く取りすぎてしまうと、はい、肝心なところでタイムアウトがもうないというような状況になってしまうと思いますね。よくタイムアウトの使い方としては、試合時間が残りわずかなんで、特に前後半の残りですね、はい、第2クォーターの終わり、第4クォーターの終わりで、その時計が進むところを止めたいというふうにタイムアウトを使って時計を止めると、このようなまあタイムマネージメントとかね、ありますけども。そうですね。そのためにはそのタイムアウトの権利は残しておきたい、はい、まあ、でもそれ以外の時も使わなくちゃいけない場面もある。今はやっぱり得点に絡む大きな大事な場面ですので、はい、ドラゴンズはタイムアウトを取って作戦を決めるので、この5ヤードあるいはもう一気にエンドゾーンまで狙うのか、そのあたりも含めて作戦がね、狙われているところですね。さあ、どのようなプレーを選択するでしょうか。アメリカのフットボールの場合はね、外に出ない、出た場合、それからまたパス失敗した場合、時計止まりますけど、それ以外はちょっと動きますよね。さあ、タイムアウトを取りまして、試合再開となります。沖縄ドラゴンズ、フォースダウン5の状況に挑みます。フォースダウンギャンブル。タイムマネジメントも大事になります。さあ、フォースダウン、ドラゴンズ、どのようなプレーを選択するんでしょうか。リバースプレーになりましょう。琉球ナイスです。ここでリバースプレーにより突破を図りましたが、これをアダストしました。琉球見事この攻撃阻止しました。4回目の攻撃失敗でしたので、攻守交代、ターンオーバー。大きく揺さぶるようなプレーでしたけど、そうですね、今のも37番の守り選手ですかね。いいタックルでした。いいタックル、1人で取りました、ね、ほぼ1人で取りました。一発で取りました。さあ、これで10ヤード進めなかったので、また攻撃権は、さあ、これにより攻撃権取り返しました。琉球ガーデンナイオンです。いやー、25ヤードからファーストアンテ、まあ、こういうあの天候が悪条件の時には、まあ、いわゆるロースコアのゲームで、ディフェンスのね、辛抱の試合というような、ね、そうですね、感じにもなりますね。さあ、中央の突破をちょっと、さあ、ここで中央のアンプレーを入れます。結果的には1ヤードロスしてますね。ディフェンスの隙を縫おうとしましたが、しかしドラゴンズのディフェンス圧力がありまして、1ヤードロスとなっています。さあ、なんとかあのずっと敵陣での攻撃が続いていますからね。なんとか敵陣に入りたいところですね。琉球セカンドダウン11、ハーフラインから左で試合やってることが多かったですが、今はハーフラインから右でやってることが多いですね。さあ、これはパス、右に出るか、しかしパスが成功。さあ、しかしこれは凄まじいタックル。いや、今シーマの判断はパス不成功じゃないかという、はい、パス不成功でした。パス不成功となっています。要はボールにジャックルしてて、はい、先ほどレシーバーキャッチしましたが、キャッチする前に倒されました。これによりパス不成功の判定となっています。しっかり確保しているという判断は、はい、ボールを取って確保しきっていないという判断によりパス不成功となりました。いわゆるカレッジのルールで言えば、ボールの確保というのは次のアクションが起こすような、はい、そういう、まあ、ボールの確保の仕方なんですね。セカンドアクションがあるかどうかというか。琉球ガーディアンライオンズ、サガダ11。今の場合はだから、それに起こす前にボールがジャックルされて、はい、で、今ボールが死んでいる。キュービーさん、クォーターバック7番、ここでパスを投じようとしましたが、沖縄ドラゴンズディフェンス陣殺到しまして、キュービーリスタック、パスを投げる前に倒されました。フォースダウンロングの状況となります。このクォーターバックサックというふうに相手のクォーターバックを仕留める大きなロスプレーになる。そうですね、まあ、場合によってはこのクォーターバックサックをすることで試合の MVP を取るようなスプレーが出てきますからね。そうなんです。攻撃の、まあ、ポイントもいろいろあるんですけど、ディフェンス陣もね、はい、ぜひ皆さんしっかりと見ていただきたいと思います。どうやって相手の攻撃を止めるか。琉球フォースダウンロングでパントフォーメーションを選択します。さあ、パントに変わります。どこまで挽回できるか。これはナイスカバー。
リターンは10番、これを一気にエンドゾーンに持ち込もうとリターンに入りましたが、これは琉球58番が見事対応しまして仕留めることに成功しました。しかしボールデッドした位置が次元30、40ヤード付近ですので、この位置での攻守交代となります。なかなかできないんですよ。基本的に陣取り合戦ですね。タックルをしましたのは琉球ガーディアンライオンズ58番の山並、勝利に一歩近づいた。リターン試みました沖縄ドラゴンズ10番はタイラー・ダロ。ディフェンスがこの位置から投げるというのが非常に大きなポイントです。アメリカのプロローなんかハンターは一族でやってるところありますね。もちろんそうなんですよね。みんな兄弟でパンターとか親子でパンターとか見てます。してます。沖縄は相手陣38ヤードからの攻撃となります。ドラゴンズファーストアンテ、そうですよね、50ヤード60ヤード切れますからね。本当すごいです。さあファースト後ろにパパラとしてそのまま行ってどうぞ中に飛ぶタックルでギリギリナイスカイファースト。これはいいパスが、ここで内側に切れ込んだワイドレシーバーへのパスを投じました。それを取ったレシーバー一気にディフェンスを隙を塗ってエンドゾーンに入り込むような見事なゲームをしました。沖縄ドラゴンズファースター外から高い位置で動けるパスがタックルミスしやすいですね。すれ違いになることが多いので、沖縄ドラゴンズ相手陣2ヤードからのファースタートゥーゴー。1ヤードが2ヤードですね。そうですね。これはもうさあ残り2ヤードの攻防を注目ください。ディフェンスライン面ごと抑えることができるのか。一番後ろには強力なバックスが構えてますからね。そうですね。さあ中央だ。さあ中央だプレー、はい、タッチダウン、タッチダウン。いやドラゴンズが粘り粘りやっとタッチダウン取りましたね。ここで沖縄ドラゴンズ中央のアンペ、味方オフェンスラインのパワーも発しながら一気にエンドゾーンなどで込んでタッチダウン。まあ、いわゆるアメリカのエンドゾーンに関しては立体に考えるんですよね、はい、あのラグビーのように沖縄ドラゴンズ6点獲得。タイミングをする必要はないんです、はい、でそのまあゴールラインというんですけどもね、ゴールラインのところには大きな、まあ、壁みたいなものがあるというふうに考えて想像していただいて、その壁をボールの選択がちょっとでも、抜くことができれば、はい、それでタッチダウンという効果が出されます。これでドラゴンズ6点を取った。さあこの後2ポイントコンバージョン、沖縄ドラゴンズトライ4ポイント2ポイントコンバージョン2点後になります。これでプレーがタイトなフォーメーションを取りました。追加することになります。さあこれも中央ランできそうです。このプレーは不成功、6点止まり。沖縄ドラゴンズ6点、琉球ガーディアンズは4つ0点。しかし沖縄ドラゴンズ先制となります。タッチダウンを上げることに成功しました。まず均衡が沖縄ドラゴンズのタッチダウンにより崩れました。本日の試合はゴールポストがない会場のためキックによる得点がございません。したがいましてタッチダウンの後のワンプレートロイ4ポイントは全て2ポイントコンバージョンと変わります。さらにこじ上げて真ん中を打ちようとしたんですけど、それをしっかりと組み止めましたからね、はい、今のディフェンスはナイスディフェンスです。そうですね。アメリカのフットボールはボールを持っている選手に目が行き方なんですが、実はその前をブロックする選手も非常に役割として大きいですよね。大きいですね、本当に。そういうのは、いわゆる犠牲的な選手というか、あのみんなでボールを前に進めよう、そのために一人一人の役割があって、それをしっかりと果たすことで得点につながっていきます。そんな人がいたりするんですけど、これを献身的にやるプレイヤー、チームから信頼を集めますよね、やっぱりね。本当にそうなんですね。例えばあのワイドレシーバーという、ね、パスを受けるポジションの選手はどうしてもその受けることだけが目立ってしまうんですけども、実はオープンプレーでは彼らがブロックすることで先ほど得点を挙げた沖縄ドラゴンズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。チームとは重宝します。さあ第2クォーター残り6分37秒です。あと半分ということになりました。まあ、6点を取られた琉球ガーディアンズですけれども、まだ6点、はい、ね、十分にワンタッチダウン差ですから、なんとか前半で追いつきたいですね。おっしゃる通りですね、なんとか振り出しに戻したいところです。まあ、なんならエキストラポイントも成功させて8対6で逆転したいところです。そうですね。そのためにもこのキックオフリターンというのは大きな
ポイントになると思いますよ。そうなんですよね。先ほどからガーディアンジャイアンツは守備で粘っていますが、そのためというわけではないんですけども、あまりフィールドポジションは良くなかったので、はい、ここは一回リセットという形になりますから、はい、このリターンがどこまでできるのか。まあ、逆に言うとこういう悪状況ですね、はい、キックもね、あまり飛ばない可能性があります。そうですね、はい、しかも、ね、風で倒れてしまうので、ホルダーがしましたね、はい、通常ホルダーつかないんですけども、はい、この場合、はい、あのキッキングティーというので、立たせるだけなんですけども、まあ、風で立たないので、1人、ボールをホルダーですね、対応する役目について、まあ、1名マイナスみたいなもんですから。そうですね。さあ、このドラゴンズのキック、ガーディアンズどこまで乗せるか。おっと、これグラウンディングだ。これは取りづらそのまま、あ、出てない。はい、ドラゴンズ出ていない。そのままリターンします。5ヤードほどですか。このキックはサイドライン際に蹴り込みまして、リターンを押せる形を取りました。わざと琉球ガーディアンライオンズ自陣30ヤード、35ヤード付近からの攻撃と変わります。はいはい、そうですね。リターンしづらいところ、どうしてもね、実は真ん中に蹴り込むというのはブロッカーがたくさんついて、リターンしやすいプレーになってしまうので、はい、サイドラインの方を狙うというのもね、一つの作戦なんですけど、ただサイドラインに出てしまうと、これは反則になって、そうなんですね、5ヤード下がってもう一回蹴り直しであるとか、いろいろとシチュエーションによってはそこから5ヤードを進んでファーストダウン。琉球次元31ヤードからファーストダウンって、まあ、でもガーディアンズの一番いいポジションからと、まずまずだと思いますし、さあ、それで行くことができるか。パスです。中央のサーブライン、これはパス成功。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。右へのパス、相手ディフェンダーにカットされたんですが、その瞬間フラッグが出たように見えますね。でもあのラインの選手に投げられてて、ないんですか。おそらくホールディングですね。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。押すことだけが許されています。10ヤードバッタリとなりまして、ファーストダウンやり直しです。試合の中ではバッタリをしてしまうというのは、それだけで自分で自分の首を絞めるような、そうなんですね、逆方向に進んでしまうことになるんですね。これ掴んじゃいけないって言われても掴みますよね。あのコートバックを守るためにね、ダッシュをきついときにやめてくれっていう感じで、琉球技術21ヤードからファーストダウン20、さあ10ヤードバッター、ファーストダウン20、ファーストダウン20でございます。フェイクを入れて中央へのパス成功。これ中央に走り込んだワイドレシーバーにパスを通しまして、約7ヤードのゲインとしています。これいいゲイン、パスを取りました。ワイドレシーバー3番は池口。ここはそれを挽回するぐらいの、それに引き続きぐらいの距離を重ねましたから、琉球セカンドダウン13、なポイントだと思います。さあ、けてランプレーです、ね、ランプレーでしたね。さあ、ここで中央のドロープレーを挟みましたが、しかしこれは沖縄ドラゴンズ対応しまして、約4ヤードロスを奪っております。ディフェンスラインの選手がもう大きな壁になって立ち戦いましたね。あのいわゆるドロープレーと呼ばれる、はい、そうですね、パスの見せかけてボールをマックスの選手に渡す、はい、そういうプレーをやったんですけども、この琉球サードダウン17の状況に挑みます。1人すれ違えれば大きなゲインにつながる可能性はあるんですけれども、はい、さあ、やっぱりこのドラゴンズの4人の、まあ、フロントライン、はい、ディフェンスライン陣は強いですね。強いですね。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。まあ、オフェンスが動いてなければディフェンスだと思います。そうですね。だからディフェンスラインっていうのはディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤードバッタリ従いまして、オフェンス5ヤード前進しスタートダウンのやり直しです。前のめりになって、まあ、あのディフェンスの選手もこういうシチュエーションでは、まあ、おそらくパスを投げるだろう、はいはい、でパスを投げるには大勢でクォーターバックパスを投げるポジションのクォーターバックを目がけていこうというね、まあ、ブリッツというブリッツですね。第2戦の選手があのどんどん突っ込んでいこうとやってたんですけど、はい、今はそのスナップの前に突っ込みすぎて、そうですね、気持ちが入ってしまったような感じがありました。
相手がね、パスシチュエーションとか、サードダウン12、ブリッジ吸収という形でね、全部この場合があります、ディフェンスの場合でも。ただその分、後ろにはゾーンが空いてしまうのでね、ある種、ジャンボル的なプレーではあります。さあ、風も強くなってまいりました。ラベル下がってロングパス中央に飛んだ、かいパス不成功。これは惜しかったですね。胸に入ったように見えましたけどね。クォーターバック7番、ここでワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、このパスはわずかにコントロール合わず、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってフォースダウンと変わります。思わず弾いてしまったというようなプレーでした。手でかき出したり、最近はパンチングしたり、そうですね、いろんなテクニックがまたね、はい、出てきますからな。さあ、フォースダウンなので、ここはパントに変わります。アタックの攻撃を取り返すことができませんでした、琉球ガーディアンライオンズ。風が強いです、パントでどこまで、あ、これはキャッチミス。しかし、なんとかパントすることも、これはいいグラグラ。さあ、ここでもリターンが来ますよ。さあ、リターン左にまくります。はい、足元にタックル、これもかわされてしまいました。さあ、抜けていくわ、残り1人、あ、これもかわされてしまって、このままエンドゾーン。はい、ただね、このプレー、さあ、このパントリターン、エンドゾーンに入りましたが、イエローフラッグ、反則が発生しています。はい、まず最初にレフリーが出されたのが、はい、パンターに対して接触がありましたから、おそらくラビンダーキッカーの反則だろうなと思うんですよね。その後のダウンフィールド、はい、後ろガードの3つのフラッグは、はい、おそらくリターン側の選手が後ろから当たったり、なるほど、いろいろして反則が投じられていると思うんですよね。先ほども言いました、あのフォーターバックもそうですけども、はい、パンタキッカーも、ね、はい、守らなくて存在があるので、ね、あの大怪我につながらないので、はい、ボールを蹴った直後は接触してはならないというルールがありまして、でも今は明らかに接触がありましたので、はい、で同じチームに、複数反則がある場合はどれか一つが選択されることになります。はい、そうですね、やはりあのリターンチームにあとはブロッキングの反則があって、先ほどのプレー、リターンチームにラビンザ・ファンターの反則がありました。パントを蹴り終わった選手に対する過剰な接触です。この反則は10代の反則として扱われます。15代の抜体従いまして、攻撃権更新という形になります。琉球攻撃権継続となりまして、琉球ガーディアンズマスターだったため、今の反則で15代が適用されて、はい、パートナー更新ですね。まあ、とにかく、ガーディアンライオンズはオフェンスを続けることができる。やりました、はい、続きます。反則は大きいですね。そういった意味では本当にね、反則をするのが負けてしまう。琉球40ヤードからファーストアウト。中央から抜け、さあ、まずランプレーから入りました。あの大きく抜けてないんですけど、このランプレーは出ました。キャリア33番密集点を体ねじ込みまして、約2ヤードのゲインとしています。簡単に言うと 3.5 ヤード3回やればキャリア33番は中本、関西大学出身。まだ時間は前半ですからね、はい、焦る関西大学はね、まだリードは6点ですので、はい、第2クォーター残り4分となっています。琉球ガーディアンライオンズセカンドダウン8。さあ、セカンドダウン8、右左に前にずつ、あ、これはコーターバックだ、クリーサー、コーターバック7番、ここでパスを投じようとしましたが、ここで沖縄ドラゴンズ25番がキュービーサーク、彼らは真っ先に言えばコーターバックをめがけて突っ込んでいく、10ヤード以上のロスを奪っています。突っ込んできましたね。そうですね、なのでキュービーサークしました。沖縄ドラゴンズ25番はトースティンマンデー、おっしゃる通りで、アメリカのエンジェルのプロの選手もディフェンスエンドの選手もやたらと速い、すごいですよね、はい、本当に大きくて速いという選手がやっぱりそこね。さあ、琉球サーダウン18の状況を突破できるでしょうか。さあ、先ほどの反則もあってパスも更新しましたが、サーダウン6中央へ向かいます。通った、通ってますね。さあ、パスはどうだ、通ってますが、キャッチャー認められました。パス成功。ライオンズの選手は地面についたじゃないかという、地面ギリギリでしたが、このパス成功となりました。しかし、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。
今なんか競技が始まるんですね。そうですね、はい、集まっているのがどうだったのか、グラウンドについて。さあ、ここで審判団が先ほどパスキャッチとなったか、現在競技をしております。あ、そういうことがありますよね。今キャッチが認められました。パス成功の判定です。ただまだファーストランには至ってないので、第4ターン前進は認められましたが、しかし攻撃権更新には至っておらず、フォースダウンに変わります。ここはガジャガジャの勝負に行くか、ごめんなさい、5ヤードですね。だいぶ、さあここでタイムアウト。さあ琉球が前半2回目のタイムアウトを取ります。そうですね、選手は期待とそんな気持ちが表れているんですが、この辺りが残り時間との出会いということになってくるんですね。先ほどおっしゃったようにもう3分ぐらいですか、残り時間。いや、もう1分台入ってます。1分台入ってますか、はいはい、であるならば、まあ、ここでギャンブルをして失敗しても残り1分は守りきれるだろうという、ね、計算ができるかどうか、まあ、それともやはりギャンブルで、もしもあのファースト取れてさらに得点に近づけばということはないんですけど、はい、この辺りはリスクとの戦いですね。そうですね、残り1分5秒だったね。まあ、選手はもちろん攻めたいという気持ちが強いです。そうですよね、はい、しかしそこで戦うと、ここで時計の訂正をいたします。前半残り時間は1分5秒となっています。この試合の中でここは勝負どころだから攻めるべきだと判断すれば、当然今プレーの選択に入っていると思います。はい、もう一つね、このような天候で一つ言えるのは、例えばパントを蹴るとして、相手側がこのツルツルとボールが滑ってジャックをするという、はい、でそれをリカバーすればその時点で前進して攻撃できるというね、はい、高度なテクニックというか、そうですね、まあ、かなり大きな運を味方につけなくてはいけませんけども、そんなこともね、狙えることはないんですね。やっぱりスペシャルチームを重要視するコーチもいらっしゃいますもんね、はい、非常にキッキングゲームっていうのは大きいですもんね。大きいですね、特に、まあ、今日はフィールドゴールとかないので、はい、ですけども、キックというのは得点にもなります。はい、先ほどから言っているように陣地の挽回ではこのハンドというプレーは確かに攻撃を放棄するんですけども、はい、ある意味攻撃的な考え方で臨むこともできますからね。今言ったように、私は相手のパンフルを狙うようなパンフルを蹴るというのも、ね、一つ戦略です。でも恐ろしい速さでプレッシャーかければ、はい、失礼しました、失礼しました、時計の訂正をいたします。残り時間は2分38秒となっています。どのような、ね、作戦をガーディアルがやるか、どうでしょうかね。タイムアウトを取りまして試合再開となります。沖縄ドラゴンズフォースダウン8、失礼しました、フォースダウン5に訂正です。フォースダウンギャンブルには変わりないです。さて、このパスプレーでいくと思われますが、成功できるかどうか。あ、スクリーンプレーです、ね、さあ、しかしこのパスは不成功。これはスクリーン、琉球ここでスクリーンパス、ロングパスを投げると見せかけ、手前にいるレシーバーにブロッカーをつけて走らせるプレーを選択しようとしました。しかしこれは沖縄ドラゴンズ見事対応しまして、4回目の攻撃失敗となっています。攻守交代です。ターンオーバー、前にラインのブロックを利用して、はい、そのラインが往々のようにスクリーンになるのでスクリーンパスというふうに呼ぶんですけど、はい、今のは33番の中本選手ですかね、いい投げたんですけども、まあ、パスも成功しなかったし、一人マークがついてました。そうですね、呼ばれてた感じがありますね。さあ、ここはドラゴンズ相手陣48ヤードからファーストアウト、映ってしまいます。琉球ガーディアンズ48ヤードラインからの攻撃、これは追加点のチャンスです。ドラゴンズ落ち着いて左へのロングパス、この長いパス、通るぞ、パス不成功。いやー、よく守りましたね。沖縄ドラゴンズロングパス、一気にエンドゾーンをスタートするパスを通じましたが、このパスは不成功。パス失敗によりセカンドダウンに変わります。コーナーバックと呼ばれる選手はね、ファイナルシーパーにくっついているんですが、その中央をセーフティーというフォローに入りましたね。今あの非常にこうチームの組織として言われ守れたプレーだと思いますし、まあ、コーナーバックも最後まで1対1の戦いで互角に戦いました。そうですね、ナイスパスカットとなりました。沖縄ドラゴンズセカンドアウト、ドラゴンズセカンドアウトです。ワイドレシーバー先に1人ずつ、右2枚ですね、はい、ちょっと先に動きました。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスですね、オフェンスの反則です。ホルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスは揃ってスタートをしなければいけません。5ヤード抜体となります。
セッターがボールをスナップする前にオフェンスが動いてはいけません。このスナップするタイミング、まあ、いろいろね、クォーターバックからの掛け声だったり、最近はね、クラップといって、はい、あの手でね、外すというような、その音で沖縄ドラゴンズ、セカンドダウン15チームはありますね。細かいんですよね、はい、おっしゃる通りです。相手とね、オフサイドを誘うようなサインコールもありますからね。さあ、中央のラさあ、ドロープレー行ってますよ、まだまだ、まだ、はい、まだ進みます、頑張ります。何枠6番8番ですね、タックルを受けましたが、しかしセカンドへボードで粘りまして約5ヤードのゲインとしています。守りがよく目立ってますね。沖縄ドラゴンズサードダウンに入ります。ここでホイッスル、時計が鳴るようですね。トゥーミンズボーリングが鳴るということですかね。あ、あれですね、トゥーミンズボーリング前後半残り2分になる。この試合は特別ルールにより NFL 同様2ミニッツウォーニングが入ります。さあ、ここから2分どういうふうに攻撃できるかというのもまた一つのチームの戦略としては非常に大事ですよね。第3ラウンド、今とりあえず10ヤードというシチュエーションですので、はい、まあ、そのドラゴンズとしてはまあ、やはり本来のアメリカンフットボールの NCAA ルールでは2ミニッツウォーニングは存在しません。しかしこのボールゲームでは NFL 同様の2ミニッツウォーニング、前半後半の残り時間2分でタイムアウトが入ります。ハードを蹴らしたいんですよね、ここからね、はい、だからこのワンプレーでは、まあ、せいぜい行かれても4ヤードか5ヤードでとどめたい、まあ、そのあたりの攻防ですね。そうですね、どう考えてどう展開する。あとは、まあ、今2ミニッツウォーニングで2分ということになりますが、時間残り時間との勝負になります。まだ確かドラゴンズタイムアウト2つ残ってたと思いますね。このタイムアウト2つをうまく使いながらランも織り交ぜていけるかどうかということですね。おっしゃる通りです。この辺りは本当にさあ、2ミニッツウォーニング解けましたら試合再開となります。沖縄ドラゴンズサーランテ見どころだと思います。面白いんですよね、これが。さあ、パスフェイクを入れてもう一度パス取り、これは取ったか、落とした、落としてますね。このパスは不成功、パス不成功です。ちょっとディフェンスの選手が痛みましたか。沖縄フォースダウンに変わります。腕を押さえてるのか、ちょっと起き上がれないですね、はい、ちょっと心配。ここでレフリータイムアウトが入ります。負傷者発生のためレフリータイムアウトが、タイムアウトが入っております。ただ、まあ、プレーはあのパス不成功ですので、第4ラウンドの元の位置に戻りますが、はい、おそらくドラゴンズはあのギャンブルはしないで、バントを蹴るんじゃないかなと思います。はい、ということは、ガジョン・ライオンズに攻撃権が移るとは思いますが、はい、なんとか自力でサイドラインに戻ってこれそうですね。あ、よかったです。まあ、お腹にちょっと衝撃があったんですかね。ちょっと息が止まってるんですね。はい、さあ、1分54秒前半、沖縄ドラゴンズの攻撃、何を選択するのか、フォースダウンです。沖縄ドラゴンズ、フォースダウンって、クォーターバック残ってますね。ギャンブルですね。いきますね、はい、相手陣に入ってさあ、プレーを選択します。まあ、わずか2ヤードとかですけどねそうですね、はい、これは自信があるということでしょうか。さあ、スイングからのフォースダウンがスクラムで走ります。さあ、ファーストダウン獲得です。沖縄ドラゴンズファースターのクォーターバック、ここでパスによる突破を分かりましたが、カバーアルトンでここでスクラム、左オープン展開しまして攻撃権更新としました。沖縄ドラゴンズファースター、ただ左にディフェンダーが全然いないのが、ね、見えたから思い切ってもう全速力で進んできました。じゃあこのファースターは大きいですね、更新は、はい、ただまあ時間との戦いは残ってますので、はい、もう1分台に入って1分35秒です。さあ、中央のランプレーだが、これは琉球ナイスです。中央突破を図らんとランニングバックに託しましたドラゴンズ、しかしこれを琉球4番が対応しまして、このランプレーを阻止しました。ここでホイッスル、今ディフェンスラインのキャプテンにしてるんですかね、ゲームエドバー選手、ものすごい見事なタックルを決めましたのは琉球ガーディアンズ4番のゲイブ・エドワーズ。外国人の方もね、何人か琉球ガーディアンズ4番の人もいますね、はい、いや、どうなんでしょう、関西で外国人のチームと対戦するってことはあるんですか。いや、
あまりね、単独チームとしてはあまりないですね。はい、まあ、特に大学の試合ではもうほとんど、はい、ここで10年に1回あるかと思います。沖縄前半2回目のタイムアウトを取っております。いい経験ですよね、これだけ開幕の大きい選手としてやれるというのは、やっぱり沖縄ならではの、そうですね、試合かなという。これもね、X リーグに行かされるという、そういうことがあるんですね。X リーグの中ではね、外国人選手は、そうですね、よく目立っていますし、最近増えましたね、ルール改正もいろいろあって、そうなんですね、外国人プレーも増えてきました、認められていますので、はい、我々は実は現役の頃、もう30年、40年前になりますけど、はい、その外国人選手の登録の制限がありましたから、はい、かなり厳しかったんですけど、今何時まで OK？確かよくよフィールド上に、フィールド上は2人ありますね。登録は沖縄ドラゴンズ前半2回目のタイムアウトを解けます。さあドラゴンズの攻撃が始まります。セカンドダウン12、パスの選択です。中央へのパス、これはパス不成功。クォーターバック右に流れながらワイドレシーバーにパスを投じましたが不成功。パス成功により、サードに変わります。いいところに守ってましたね。クォーターバックもちょっと出づらかったというやつですね。ゾーンなのかマスマに進むかというのはスローを得てるタイムを見ながらということですね。それはイメージのサインと言って、どういう守り方をするのか、もちろんこれね、第1戦、第2戦との関わりがあったんですよね。沖縄ドラゴンズ、サーダウン12、複雑な組み合わせだと思います。サードの攻撃です。中央へのロングパス、抜けるか、パス不成功。ここで一気にエンドゾーンを狙うパスを通しました。しかしこのパス、琉球見事にカバーしており、パス不成功に終わらせています。ダウン1つ進んでフォースダウンに変わります。さてどうしたら、またギャンブルで行くのか。いや、おそらく先ほどギャンブルしたから、まあ、ギャンブルでしょうとは思いますけどね。そうですね、はい、残り1分17秒です。先ほどよりも前の位置にいますから。そうですね。さあ、でもここはダイヤルライブもしっかりと、ね、集中して守りたいところですね。まだ残り時間あります。ここの反撃できる時間が残ってますので、ここはしっかり守りたいと思います。沖縄ドラゴンズ、フォースダウン12。そうですね、タイムアウトと残ってる、残ってますよね、残ってますよ、はい、うん、右へのショートパス、そこから走り込む、いや、しかしこれはうまく外に出して追い込んだ。さあ、ここでランニングバックにフレアパスを投じ、そこからキャッチアンドランを図らせましたが、攻撃権更新には至っておりません。ギャンブル失敗、4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代となります。ターンオーバー、11秒で攻撃権で戻ってきました。よく守りきりましたけど、守りました。ただ時間がちょっとね、そうですね、攻撃権変わりまして、琉球ガーデンライオンズの攻撃と変わります。こういう時に長いパス1本行きたいところなんですけどね。でもまたこれがインターセプトのね、可能性も大きくなりますんで、今残り11秒です、はい、1分11秒です。1分11秒、はい、はい、まだでもこの位置で1分あればタイムアウトもありますから、そうですね、はい、繋げて琉球残り時間1分11秒でファーストアウト。ああ、ちょっとこれはパス不成功。ここで左側に走りました。レシーバーに目を開けてパスを投じましたが、タイミング合わず、パス不成功に終わっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。今コーターバックはラッシュがきついから、少し早めのタイミングで投げることなんですね。自分のタイミングで投げられないんですね。ラッシュが来てしまうと目の前にいるわけですからね、相手選手が。思わず頼む、取ってくれっていう感じで投げてしまうんですけど、琉球セカンドダウン点、また合わなかったですね。さあ、再び左側のパス、このパスは通ります。ワイドレシーバー3番にパスを通し、3番外で出ました。ここで一旦時計は止まっております。試合時間残り前半1分1秒で時計は止まりました。こういうプレーがちょっとずつつながっていくと、陣地はどんどんね、前に進んでいきますね。そうですね。琉球サーダウン4、93、ここでパスプレーを続けようとしましたが、ここで殺到してきましたのが沖縄ドラゴンズ64番、
キュービーサックより、もう9のコースダウンに変わります。これは QB サックをしました。沖縄ドラゴンズ64番はディアン・ラザール。サックされたと対応となければ、はい、おそらく40秒ぐらいで警戒してしまうんですよね。そうなると残り時間も10秒しか残らない、はい、でもタイムアウトで時を止めれば、まあ、次おそらくファントを受けるんじゃないかと思いますけども、自分たちに、まあ、40秒以上も、そうですね、はい、ここで琉球前半最後のタイムアウトを取ります。こういう時間を確保するためのタイムアウト、これもゲームマネージメントの一つの大切なポイントですね。そうなんですよね。いやだからこのタイムアウトをどのタイムで取るかって非常に大きいですもんね。どこまで残しておけるかというのもコーチの一番大きな仕事といっても、そうですね、いいではないことです。たまにいるんですよ、何とかの時にタイムアウトを取らない、ありますね無駄だっつって。そうなんです。あとあの NFL プロの場合だったらチャレンジが、はい、あの今のプレーに対してビデオでのもう一度見直す、それを失敗させてまたタイムアウトを取るっていう、そうですね。さあ琉球前半最後のタイムアウトを解けます。チャレンジの出しどころというのね、琉球フォースダウンって、はい、そうですね、まあ、こちらはコーチの腕の見せ所になります、はい。さあ風の中でパントどこまで、先ほどからねパントをうまく、はい、ちょっとあのジャックした時も結果的には琉球パントフォーメーションを取ります、ファーストにもなりましたし安定しますよね。さすが若林選手一番今日の名前もさあ残り50秒です。パンターは24番の若林、かつて兄弟東海を擁していた時に日本一2連覇を果たした時の名パンターがここで活躍しています。直接当ててないですね、はいはい、このパントはハーフウェアを越えたところでボールデッドとなりました。攻守交代となります。でもやはりあのドラゴンズも相手のパントがいいということが分かってますから、できるだけプレッシャーをかけて、はい、あのパントを狂わせてしまおうという、はい、そんな感じがありますよね。でもそれが先ほどねラピングザキッカーになったりとか、ここの兼ね合いが非常に難しいですね、はい、やっぱりリスクととね、はい、その背中合わせですから、あの見ててなんでこんなところで反則するんだっていうのは、でもこれはやってる選手からすると ね懸命にプレーした結果ですからね、一生懸命やってる結果なんだから、あまり攻めることはできないんですけど、沖縄ドラゴンズ自陣48ヤードからファーストアウト、前半残り時間45秒。さあドラゴンズ最後の攻撃になります。ここでリレーですか。あそうかな。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーを始めない場合5ヤード抜体となります。ダメなんですね、はい、一旦あのセンターといって沖縄ドラゴンズファーストダウン15、サーブと動いてはダメ。さあ時間はあるぞ。おっとパス不成功。これはフリーだ。クォーターバックここで下がりながらセーフティーバル、安全弁にいたランニングバックにパスを通りましたが、このパス不成功。パス失敗により時計は止まります。前半残り時間40秒でセカンドダウンと変わります。逆の方にボールが少しだけそれたので、その影響もあったかもしれませんけどね。まあ、先ほどからドラゴンズはパスシチュエーションで積極的にブリッジかけますけど、バルカイオンズはそういう形ではなくて、まあ、バックスの方は厚めにしている感じですね。そうですね。沖縄ドラゴンズセカンドダウン15、ボールオンは自陣43ヤードというような名前ですね。ただその後ボールに時間ができてしまうわけですよね。ここはラッシュは4段から5人今1人で決めました。ナイスアホやディフェンス、ナイスプレッシャー。バウンドリカバーと言われましたね。でも今のはやはり5人できましたね。1人多かったので、はい、あのさあこの判定どうなったでしょうか。ちょっと狂ってしまった。そうですね、まあ、いわゆる本来なら4人のラインを1人上げてブリッジかけてということで、今のはあのガチャンダイオンズのディフェンスのサイン、まあ、大事なコーチがね、多分ですね、1人増やしてラッシュさせたからコースですね。さあ、残り10秒取っております。さあ、先ほどのプレー QB サクという判定になりましたが、終わりですね。これで第2クォーター終了です。さあ、前半戦終わりまして、ここで前半の時間がなくなりました。ドラゴンズが6点のリード、まあ、ワンタッチダウンですから、
前半終了となりまして、琉球ガーデンライオンズ0点、沖縄ドラゴンズ6点、その差ワンタッチダウンという形で前半戦終了となりました。前半戦よく戦ったと思いますから、序盤から沖縄ドラゴンズがかなり地上戦において優位な形で試合を展開しておりましたが、この点か天候を味方してか、その差わずか6点という状況で前半を終えています。この攻撃を果たして琉球後半生かすことができるでしょうか。その作戦モデルバックタイムに入ります。なんとかタッチダウンでまずは同点というのを狙っていきますね。はい、ということで第2回出場ボール悪天候の中前線を繰り広げました琉球ガーディアンライオンズ0対6ワンタッチダウンで後半戦に向かうことになります。